大の剣と、ドラゴンの騎士装備錬金初登場しました。どうもエテポンゲです。これね、今大の大冒険コラボがまたね、復活復刻版ということでね、今イベントでね、ダンジョンと、共にこのガチャがね、福引きね、来ています、うん、でこの錬金が来たと。で皆さんね、ご存知、私エテポンゲ、前のねガチャ、前の福引きで、大の剣がね、まあ、唯一の当たり装備だったかな、うん、唯一の当たり装備でね、抜き出さずにね、使ってたと。なおかつ貫突していると。来たね、や来たね、ついに。なんかな、これなんで使ってたかっていうとさ、全体攻撃系の剣がなくて、剣っていうか武器がなくて、それこそルビスの剣とかさ、天空剣とかロトの剣とか一切ちょっと得て持ってませんので、やむなし使ってました。基本的にはみんななんかイベント武器だったし、イベントコラボでねだったから、抜き出した人が多いと思うんだけど、燃えてはね、やむなし使っておりました。このギガストラッシュをね、ギガストラッシュがメインウェポンのこの大の剣、それがなんとね今回、錬金が来ると。ちょっと見てみようか。錬金が来るっていうか、もう錬金来たんだよ、うん、錬金が来ました。錬金レシピから、これね、なんと S のね、攻撃呪文スキルが、つきます。 S のね、リューマビトドルオーラ、はい、リューマビトドルオーラが、追加されました。だから全体呪文でさらに全体ギガストラッシュもあるよっていう、もう最高だね、最高だね。ただね、で今剣は基本的に剣使うキャラクター、海賊とさ、バトルマスターなんよな。で呪文で言ったら賢者がいるんだけど、もう完全に魔法戦士用だよねこれ。魔法戦の武器みたいな感じになっております。魔法戦作るか、うん、まあ育ててないわけじゃないから、一応一転生した、うん、賢者やらしてるキャラクターが一応魔法戦一転生できるんでね、それで行こうかな、うん、ギガストラッシュと。で今回ね、まあこれ錬金しようかなって思ったんだけど、武器鉱石がね、武器錬金鉱石がね、ないです。はい、すいません。なんでね、できません。桃屋でね、交換しようかめっちゃ悩みましたけど、やっぱ相手は無課金勢だから、桃屋のポイントっていうのは進化玉に使いたいので、それは、それはなし、うんうん、ね、動画投稿者としてね、どうなのかって、ね、動画投稿者としてね、ちゃんとその普通は見せる。
まあやっちゃうんだけどね、うん、まあやっちゃうんだけど、はい、きたー、貫突だぜ、貫突。貫突だぜ。どうしよう、ベホマラーも詰めるしさ、どうせバイケルトとかでもいいよね。ロック、とりあえずちょっと バトマス、やっぱ魔法戦士にして、魔法戦士に持たせるのがいいよね。けどそうなるとさそうなるとかっけえ、かっけえなー、なんかあれだね、奥行き、大の剣になんか奥行きが出たね、うん、奥行き、立体感っていうの。いいわ。どうせだしちょっと一発撃ってみたいよね。なんか適当にクエスト行こうか。はい、では撃ってみましょう。ちょっとレベル1だけどね、スキルレベル1。くらえくらえ。ほう、ほんとあれだね、あの何、ハドラー、ハドラー、ハドラーのやなんかあれだよね、言ったらいいじゃん。でなんかこの大の剣の錬金後はやっぱサイズアップしてるね、サイズアップ。前の大の剣はほんとちょっとチャッチかったけど、あのしっかりした、しっかりした作りになってるわ。サイズもアップしてるし、はい、そんな感じでね、とりあえず大の剣、錬金が来た。であとね、福引きなんだけども、まあとりあえずちょっと今日のね、無料引こうか。今はこの大コラボの、福引きは大剣とね、大剣と竜騎士シリーズが来てます。けど大コラボのね、福引きはこれだけじゃないんでね。えでは今回この大剣の、大剣と竜騎士シリーズ、ドラゴン騎士、ドラゴンナイトシリーズは引かないです。うん、引かないでおこうと思っています。まあ装備ね、持ってないんだけど、鎧の上だけ持ってたかな確か。まあギガストラッシュね、大の剣もう一本手に入れて抜き出したいっていうのはあるんだけど、あるんだけど、こっちちょっとお知らせ、お知らせ、これね、大の大冒険コラボ福引きスケジュール。だから今ね9日で、これが15日までかな、大の剣ね、15日まで、1週間、うん、ちょっと音が飛んだ。でその次がね、16から19、ちょっと短い、短めだけど、ここ聖王剣と、新馬剛龍剣、あとバランの頭のあるバラン装備ね、ここは正直2つとも剣欲しいし、バランの頭も欲しい。行き倍があるからね、いきなり倍切ると。で次20日から、26日までかな、23から6の間はお休みですか、お休みですか。まあ、ここはブラックロット欲しいんだけど、
ブラックロット欲しいんだけど、このね、マダンジュとマソラノはあんまりいらないから。けどブラックロッドはねマジで強いからね、メドローは。けどここの門をね、この門をこのマゾラの斧とマダンジュのこの門をねくぐり抜けて、なおかつブラックロッド引くのは至難の技だからちょっと厳しい。で最後ここね、26日から28日まで、これが獣王グレイトアックスと死神の笛と光魔の杖ね、あ、バーン装備。ここのコーマの杖は欲しい。カイザーフェニックス、あとカラミティなんとかは欲しい。だからこの杖 まだちょっと迷ってんだよね、正直。どこで全部使おうか、ジェム。今2万5000ジェムあるんでね。どこ、2万5000なんで、どっかに絞ってね、行きたいよね。コーマかな。ブラックも捨てがたいし、西王剣と新松吉龍剣も欲しいし、バナンの頭も欲しいしってことで、未だにちょっと決めかねてます。はい、ちょっともうちょっと悩ましてくれ、もうちょっと悩んでどれにぶっ破するかね決めようと思う。だから今ね、どの装備も持ってなくて、武器もメインウェポンがないよっていう人は、一番いいのはバランじゃないかなって思う。バランのとこ引いときゃ間違いないかな。そうだよね、そう考えたらやっぱバランのとこ引くのが妥当なんかな。エテのおすすめはバランのとこのガチャ福引きだから、16日かな、来週ジェムつぎ込みます。はい、まあそれね、動画上がらなかった場合はコーマの杖にシフトチェンジしたと思っておいてください。はい、まあそんな感じでね、大コラボのね、いろいろ来てるよっていうお話でした。はい、では今日の日刊エテポンゲの、星ドラのお時間は終了します。ご視聴ありがとうございました。月刊でもいいぐらいだな。